おはようございます。どうもドラヘイです。皆さんいかがお過ごしですか？僕はちょっと日程調整ですね。リワークは1年以上通うと週6日以上通えないということになっております。土曜日にちょっと参加するプログラムがあるために今日はお休みをいただいております。で、ね、今日は筋トレを5日連続で行いまして、その5日目になっております。今日も新しい挑戦ができました。やっぱ時間に余裕があるってことにね、なんかプレート式のね、レッグプレスっていうのに挑戦しまして、ああ、やっぱり普通の、スタック式の、重りのやつとはまた違う、もう、重力に沿って動くような、重さがかかるようなやつが初めてやりまして、ああ、これは、もも裏っていうかね、お尻からもも裏にかけてすごい効くなっていうのが分かりました。やっぱりね、こうやって新しい挑戦をすると新しい気づきっていうのが増えてきますので、また今度も挑戦したいと思います。もう一個ね、プレート式のなんかスクワットみたいなやつがあったんで、今度はそれに挑戦しようかなと思っております。今はね、とりあえずまあ、今日は珍しく、まあ時間もあったので1時間ほどトレーニングして、ちょっと今から図書館に向かって行って、ちょっと G 検定の勉強をしたいと思っております。皆さんもね、新しい経験を少しずつ積み上げていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。